今日も一緒にいますなんていう始まり嫌なのかよ嬉しい限りですでしょ。ちょっと言ってごらん。嬉しい限りですって言えよ嬉しい限りです。そうでしょ。今日はちょっとオープンスタイルで、ね、おでこオープンスタイルオープンスタイルですね。でも潔いよね別にさ隠そうとしてないし。でもほら風はちょっととかさやってきたわけじゃん。いやまあそうそう、風はさなんかこう思わぬ方向めくれるというめくれることが嫌なんだよ。あと変な隙間でね、うん、なんかこうこう綺麗にファーって言ってくれたらいいけど、こうここからかみたいな、うん、めくれることを言って嫌じゃん。スカートがめくれるとかさ。いやそうだけど、うん、髪の毛ってめくれるって言わないんじゃないの。プライベートがめくれるとかさもう言うじゃん、ね、言わねえよ。言うんだよ。言わないよ。何プライベートがめくれるって、ね、なんか本性出たなみたいな。そう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 。ああ本性なんだ本性扱いなんだ。前髪がおでこがめくれるっていう、かさぶたがめくれるみたいな。あまあ、ね、嫌でしょ。でめくれるってちょっとやっぱあんまりこうね、こうもめくれさせないもん、うんね、確かに、ね、うん、これ以上はめくれさせないみたいな、うんうん、確かに。だから、いいじゃないの。ダメダメ。ね、うん、日本エレキテル連合、うん、いいじゃないの。ないよ。ダメよ。ダメダメ。いいじゃん。今日は赤坂ですか？今日はなんかそうですね。赤坂のちょっと神社に行ってみようかという。おはいはい、まあ、神社はちょっと撮影できないからね。神社撮影できないの？できないんじゃない？あんまり よろしくないじゃない？神社撮影してるでしょみんな。やってる？やってるでしょ。そのなんかご祈祷してもらったりするのに回したりはしないけどさ。いやさすがに NG じゃない？じゃあなんだっけ、あのなんだっけ、水天宮じゃなくてあの一番大きいところ。天照大神ってところなんだっけ、ね、伊勢神宮。伊勢神宮とかみんなこうやって伊勢神宮来ましたみたいな。あ、そうなの。やってるでしょ。だしそういうところで写真撮影したりするでしょ。そう、そもそも七五三だって神社で撮影するじゃん。いやそうだけど、なんか YouTube はちょっとあれなんじゃない、まだ神様が受け入れてない。受け入れてないじゃない。じゃあやめといた方がいいか入り口までで。さんまさんスタイルを撮ってて。さんまさん、そう、さんまさん YouTube は出ないっていうね。そう確かに。まあなんか品川庄司の YouTube で、うんうん、ラブミードゥっていうね、うん、占いするね、占いしてくれる人がね、髪長いね、吉本の後輩なんだけど、うん、そのラブミードゥ、ラブちゃんがね、うん、こう来てくれて、こう占ってくれて、うん、で赤坂の氷川神社に週2回行ってくださいって、うん、いやなかなかだよ週2回ってって言われたから、うん、そう週2回もウォーキングしないのに週2回も行くってなかなかだよ。行ってくださいって言って、うん、去年言われてさ、うん、で去年末、ここ1年みたいなこと、去年末さちょっとこうバタバタしてる時にさ、うん、あ行っといた方がいいかって言って行ったんだけどさ、うん、で夜でもいいから行ってくださいって言われたから、うん、行ってなんか閉まってて、うん、まあでもそこをこう神社をこうお参りしてすぐ帰るんじゃなくて、そこの木がいいからこうなんかこ
コーヒー缶コーヒーとかあったら飲んでとかって、あ、気を浴びに行くってことね。そうそう、行ってくださいって言われて、へー、行った先が間違って比叡神社行ってて、うん、氷川神社ね本当は。そう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 、うん、で、あ、じゃあ今年行かないとなと思って、とりあえずね。それはずっとそこの気がいいの？それとも今年とか？わかんない。どういうことなんだろうね。あなたにとってなのかな？みんなにとってなのかな？わからないけど、その、うん、不思議、ラブちゃんは前にそこでこう、うん、お参りしたら、なんか王様のブランチのレギュラーをもらったみたいなことも言ってたし、結構みんなそういうの言うよね。なんかね、どこどこ行ったらもらったとか。そうそうそう、なんか何かが決まった時に、あ、どこどこ行ったもんなって思い出さないもんな私。いやだからもうさ、なんか言うじゃん、なんか、うん、パワースポットここいいよって言って、うん、行ったら、うん、帰りの時になんか電話かかってきて、何々が決まったとかって言ったり、いや聞いたりするじゃんね、うん、よく、なんか帰りやったらまだ覚えてるけどさ、さすがに。まあそうだね、うん、よく覚えてるなって思う。なんか武田鉄矢さんがね、うん、その氷川神社でこうお参りしたら、うん、金八先生が決まったとかね。あー、ね、TBS が近いからね、うんうん、ああそう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 、あ、インクラインベンチ、そういう名前なんだ。リクライニング、うん、インクラインベンチね。インクライン、うん、インクライン、インクライン、うん、あれ上げることによってこう胸の上を鍛えれる。あれ、まあ、ちょっと言うことはないと思う。うちにもあるやつでしょ。そう、うちにもあるやつ。組み立てて、そういいんだけど。そうそうそう。いいじゃん。まあちょっとそこにこうお付き合い願いたいというか。うん。ぜひぜひ。俺がさ、こう、まあ行ってくださいって言われてさ、うん、そうなんだってっていうきっかけでさ、うん、今日行こうかって言ってさ、こうね。うん。神社にね。こうお参りするじゃん。うん。なんか横取りしそうだよね。気をね。なんかお、まあ別にさ、そんな、うん、なんか TBS でお仕事もいただいてるからさ、うん、そんなもう今十分なんだけど、贅沢な ね話だよね。そう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 ね、うん、面白い番組出させてもらったりしてるからさ、うんうん、十分なんだけどね、もちろんね、うん、でもなんかこう俺が行こうよって言ってさ、お参りしてたらさ、ともちゃんTBS のなんとかっていう番組レギュラー決まったさって言ってそう。言ってそうだよね。言ってそう。うわ、横取りされたみたいなのがさ、すごいなんかあるんだよね。確かに。私さ、そういうのあんまりなんかここ気がいいんだってとかあんまり、うん、そんな聞かないし、あんまり行かないじゃん、うんうん、でも行った時はさ、誰よりも自分からその気を感じに行くじゃん。ね、で感じてるもんね。感じてる。あ、なんか感じるとかって言うもんね、うん、言う言う。あれね、感じるとか感じないとかじゃない、感じに行かなきゃだめ、自分で。そう。そうなんだ。すごい。だから誰よりもさ、どこ行っても楽しむしさ、うん、誰よりもどこ行っても感じるじゃん。だからとか、ね、そうそうそう。それがいいのかもしれないね。そうだよ。でもね、そうそうそう、うん、今回もそうだ、なんかそういうの聞いちゃったら、じゃあちょっと行ってみようかなとかって、ね、うん、そう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 。他もなんか行ったことあるよね。まあいろいろ行ったもんね。うん、行った。楽しいよね。なんかそのそういうのでもなかった、あんまり。ああ、そうだね。だからね、うん。私はもう基本氏神様一本タイプだからさ。ああ、近くのね、神社ね。そうそうそう。まあ家もあるから家族も持ってくれるっていう意味でね。まあ、そうだね、うん、でもまあいいじゃんね。そう、自ら調べてとかよりもなんかこう、うん、出会い頭にさ、うん、こう流れ、話の流れでそういうのを聞いたら、うんうん、ちょっとじゃあ時間があるとき行ってみようかなっていうね、うんうん、うん、奪われそうだな。車で待っててあげようか。それでもなんか吸い取りそうじゃん、車からね、うん、
感じるっつって確かにちょっと手出してみてね確かに私もそんな気がするんだよね感じちゃう気がするんだよね、まあ、でも夫婦だからね、うん、そうそう。この間家族でご飯食べ行った時に謎など出し合ってさもうやばかったもんね、うん、やばかったもん、全然分かんなかったもん。アルファベットの中にある生き物はなんだみたいなのでさ、うん、え何っつって言ってさ、うん、ずっと分かってなかったみたいな。分かんなかった。なんだろうなとか言ってさ、うん、A B C A B A B C待ってちょっと待ってね、ちょっと待ってね。何？アルファベットの中に生き物？え A B C いやそんなさ A B？エビって私言えたっけ最後エビ言えたっけ。そのなんか魚介だとは思ってなかったわけよ私は。なんかこう動物だと思ったの。えあとあれね、あと足の中にあるフルーツは何、うん、とかっつって何それ。ないよね、ないよ。え股関節とか股関節でしょとかっつってでも足ってこの下の足だけじゃないから全体的な足だからねみたいなさ、そうそうヒント出してさ、フットみたいな、ね、うん、フット、うん、股関節でしょ、くるぶしとかね、くるぶし、え何上からこう考えてみなよみたいに言ったら、うん、股関節でしょ、付け根でしょ、うん、太もも、うん、もも、膝、膝、あ通り過ぎちゃった通り過ぎちゃったっつってすねえ、すねえ、わかんない、ももでしょ、太ももでしょ、太ももでしょ、ももでしょ膝でしょ、あ通り過ぎちゃった通り過ぎちゃったっ言ってんのに。トラちゃん分かってたもんね。分かってた。でもトラちゃんよく黙ってられてね、私が、うん、太もも、膝、すねって言ってたらさ、通り過ぎちゃった通り過ぎちゃったって言ってたからさ、うん、それがもう面白くて言えなかったんじゃない、うんうん、泳がすことを覚えたじゃないさすが6年泳がされたんだ6年生。あれは爆笑だったな。本当ひどいよね。本当にわざとやってたの、あの子供たちの笑顔が見たくて。違う、違うよ当ててやろうって気持ちでやってる、常に常に前向き。いやなんか A をなんかこう A の読み方でアップってなんかこうアップ、アップルね、うん、なんかこう読み方のなんかこう違いとか、フルーツじゃないから生き物だからでなんかこう考えたのいろいろ B、B、C、C でキャットじゃないかとかさここだ、うん、さっき通ったところだね。さっき通ったね。あでも駐車場あるけど開放してないんじゃない。じゃあここでもう止めるよ、ここの入り口で、うん、じゃあ私もメガネ取って、ね、ほら、わすごいね。えネズミとか、あ全部のエトがあるんだ。ご自身の絵と見て好きなこれでしょ。あ違う、俺は立つよこれだ、うん、あおみくじついてるじゃん。そうだ、はい、いいですか。あ大吉きた見て、思うこと思うがままに成し遂げて、思うことなき家の内かな。目上の人の思いがけない引き立てで心のままに整い家内仲良く暮らされます。あら、ありがたいですね。色を慎み身を正しく目上の人を敬って目下の人を慈しめば意欲運開きます。あら、願い事思うように運ぶ
っぱり漢字で選んだからね。ああ、なるほど。引きに行ったからね。飽きない、上吉、騒ぐと損だって。うん。争いごと。争いごと。勝つ。心して、心落ち着けよ。争うことないだろ。わかんないじゃん。やばい、争いにはね、勝っていかないと。すごい、フットサルでもね。そうそう、もう絶対、練習でも負けたくないから、うん、先頭の、一番先頭のバシッと立ってた、立つお、うん、年男だもんね。年男。じゃ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 ん。末吉。おい、取っただろ、俺の運を。取ってないよ。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。